10人マリオチャレンジいきましょう。昨日もやりましたけど、今日ちょっと難しくなってんのかな。始める。ピーチ姫がさらわれた。運び方がひどい。引っ越し屋みたいな運び方。ヘルプ。よし行こう。クリボーの頭にお花が咲いた。さあどうしようかな。行くか。さて、あーちょっと難しくなってんね。今死にそうになったもん。さあかわして、キノコを取って、お、これはあれだね、ノコノコ使うのかな。 OK、 そういうことか。ワンアップしても意味ないんだけど。うわでかいの来た。でかいの来たな。はい、これでクリアということで。昨日に比べると難しくなってんな。次へ行こう。いいな。この10人マリオね、結構コースが短いからサクサク行くんで面白いかな。危険な、豆の木。何これ、こいつを叩くとあれが出てくるってこと。あー、そういうことか。いやいや、なんか結構鬼畜なコースかなこれ。どうだろう。あ、あ、あ、やっちゃった、もしかして、やっちゃった、もしかして。あ、大丈夫か、大丈夫か。急いで！よし！あ、クリアできた！よかった、よかった。いい感じ、いい感じ。次！地下。原作っぽいコース。マリオブラザーズの方かな？あ、そうだね。懐かしい、これ。かれこれ20年ぐらいやってないかな、このコース。はてななブロックね。これどういうこと、これ。何がどうなっちゃったんだろう。見た目が変わっただけかな。あー、こんなのあったね。懐かしすぎるな。のこのこ掴むことできるかな。とりあえずこいつもやっつけて。このコースね、ちょっと覚えてないな正直。どうだったっけな。確か上のね、方に抜けるコース、場所があったような気がするんだけど、ちょっとマリオに戻りたいんだけどさ、戻れないのかな、これは。潜ってみる。お、潜れた。原作の方はね、確かこんなのなかった。あれ？ブロック壊せたんだ。お、戻ってきた。もう少しでゴールかな？これでゴール。あ、よかったよかった。結局マリオに戻ることできなかったけど。よし。次が4ステージ目かな？コースクリア。次。これでちょうど折り返し地点。すげえ面白い。今の何なの？かっけえ。ちょっともう一回見てみたいんだけど。ああ、さあ先行こう。
もう何も起こんないから。あー俺これこいつ嫌いなんだよね。復活するんだよね。おすげえ、お化け屋敷みたい。は、外れだって、外れだって。ここさっき入ってダメだったんで、あ、間違えた。やってしまった。一回死んだ。まさかこんなところで死ぬと思わなかった。ここが正解でしょう。あ、来たー。でキノコを取って、おお、でかいの来た、でかいの来た。これ上登っていけばいいのかな。あ、こっち気になるけど何もなかった。上登って、こっちか。あ、これでクリアだ。はい、いったースーパーファミコン版のマリオも結構懐かしいな。僕その時ね、小学生でお金なくて買えなかったんだよね。次、そう、あのでもスーパーファミコンはなかったけどファミコンがあったんで、このスーパーファミコンのカセットをなんとかすれば、そのファミコンのな、ね、ファミコンに刺さってできないかなとか考えてたりしてたんだけどね。まあできるわけないんだけど。これは上か。すごい、なんかクリボーたちが浮いてますけど。あれ？このハテナのブロック気になるなぁ。あ、来た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 。よーし、来た！今のうち、いや、こっち外れだった。あらあ、何これ、やべ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 、なんか間違えたっぽい。あー戻っちゃった。キノコキノコ、足遅っ。よし、とりあえずこっちでいいのかな。水中の中にいるクリボーたち結構邪魔くさ。うわー、これどっち行くんだ。上、ここ死んじゃうかもしんない。あー、うわわ、難しくなってる。ちょっと待ってくれ。はい、クリアした。あー、だんだん難しくなってきた。まあこれぐらいの難易度が一番面白いかな僕はね。はい、あともう少しでクリア。夢なら覚めないで。なになになに、強制スクロールになってるよ。あ、コインもらえまくるっていうコースか。あ、そういうことね。あ、やばい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 、ちょっと待ってちょっと待って。あ、いいのかいいのか。よし、そうか、今どんだけコイン取ってもワンアップしないからね、今の状態はあんま意味ない。うわ、本当にコインしか出てこないのかな。あ、コインしか出てこない。うわ、すげえ楽しい。楽しいけど、この強制スクロールに引っかかってしまう。あ、やばいやばい、しまってしまってしまって、やばいやばい、ここで死ぬ。あ、やっちゃった。やってしまった。これ、キノコ取らない方がいいな。基本的には死なないコースだけど、強制スクロールに引っかかってしまうと死んでしまうっていうコースだね。もうコインいらないや。ここが確かキノコなんだっけ。いらないいらない。さっきここで死んだんだよね。よし、これでクリアかな。
ああこいつがいたのか。こいつはさすがにコインなんだ。そんなこともできるんだ、すごい。うわこれ嬉しいな。わお、まだ続くのこのコース。あ、これでクリアね。はいクリア。面白かったこのコース。コースクリア。次へ。アスレチック原作っぽいコース1-3。何キノコ。お、ルイージになった。ルイージになったけど別に見た目が変わっただけかな。あ、また来たよ。あーい、そっち行っちゃったか。この調子でいくとそこのブロックもなんかあれっぽいね。来た。あーう、キノピオだっけ。キノピオ来た。さてと、これはなんだろう。ちょっと最近あのスーパーマリオメーカーねちょっとやりだしたんで、これ見た目が変わるとなんかあるんですかね。でいろんなキャラクターに変わっていくな。今度ピーチだ。え、なんかピーチ姫傘開くんだけど、これでなんかその着地のスピードが落ちるとかそういうことない、何にもないんだね。本当に見た目が変わるだけなんだ。あー、やっちゃったやっちゃった、落ちちゃった。これでクリアか。よし、次がいよいよクッパ城か。次へ。炎祭り。これは上からもしかして炎。うわわ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 、バカ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 、それ厳しい。あ、でもキノコも出してくれるんだ。それをうまく使っていけば、これ結構難しいよ。難しい。わわわわ、反射するんだ。反射厳しい。よし。え、もうクッパ？クッパ早くない？早い早い早い、クッパ、よし！オッケー、簡単だった。いきなりクッパが来たからね、ちょっとドキッとしたけど簡単だった。コースクリア。うん。まだいける。まだ難しくなってもいけるな。これでようやくピーチ姫助けられるのかな。マリオさん大変です、ピーチ姫が別の城に連れ去られました。このやり取りどこまで続くんだろう。 To be continue。 はい、ということでまあこれずっと続けていけばそのうちピーチ姫をね助けることはできるってことかな。